皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、うちのチャンネル初めてだと思うんですけれども、ヴァンガードさんから三脚をね提供していただきましたのでご紹介していきたいと思います。それがねこちらになります。ヴァンガードアルタプロ 3VL264CV14 というビデオ三脚になります。はい、でこちらがねヴァンガードさんの公式サイトで、まあ、たくさんね三脚製品があるんですが、今回提供していただいたのが先ほどね名前を紹介したこちらですね、アルタプロ 3VL264CV14 ということなんですが、これカーボン製っていうことなんですよ。ですのでこれねお値段66,000円というね高価な三脚ではあるんですけれども、非常にね軽量化もされているということで、僕の場合はね外での撮影も結構多いのでこちらのね製品にさせていただきました。いや本当にね使うの楽しみなんですよね。それではね早速開封していきたいと思います。はい、それではね開封していきますが、ヴァンガードさんねうちのチャンネル初登場なので、そういった点でもねすごくね楽しみにしております。まあパッケージね一応見ていただくとこんな感じで高級感ありますよね。なかなかかっこいいパッケージだと思います。でここにね製品の特徴がまとめられているんですけれども、まあ、このあたりはね、後半の方で詳しくね、紹介したいと思います。はい、それではね、開封していきましょう。はい、オープン。あ、ケースに入ってますね。よいしょ。おお。いやこれはねケースもなかなか高級感がありますね。しっかりしたケースですね。ちょっとケースも細かいところを見てもらいましょう。まずここにねロゴが入ってますね、ヴァンガード。そして全体的にはね濃い紺色なんですけれども、アクセントでこういうねオレンジ色とまではいかないですね、薄めのオレンジ色のラインが入ってたり、ファスナーのねこういうとってもオレンジ色だったりということでかっこいいですね。で持ち手がここについているのと、あとこういったショルダーハーネスですね。あ、ショルダーハーネスもご覧ください。ここ肩に当たる部分ちゃんとね幅広になってパッドが入ってますよ。普通ほらこの部分こういうベルトのまま上まで行ってると思うんですが、あこういったところね高級感ありますよね。はい、では開けていきたいと思いますが、よいしょ。これは、ああ、ファスナーも凝ってるな。これね、ぐーっと開けるじゃないですか。ここ、回ってですね、ここまで来るんですよ。いや、これすごいな。で、こんな風に、もうフルオープンですよね。はい。まずはちょっとね、このケースに感動したんですが、はい、三脚を取り出します。でちなみにねケースちょっとしつこいようですけれども、しっかりとねクッション材が入ってます。あこれはすごいな。そしてあとね内ポケットがありますね、一箇所細長いポケットですが、ここにあここにこれですね、トリセツやら工具がね入っております。はい、あプレートも入ってますね。はい、では三脚を取り出しましょう。はい、オープン。よいしょ。うわ、めっちゃ綺麗。めっちゃかっこいいな。おお。ちょっとこの段階でざっくりと見ていきたいと思いますが、まずですね、足の部分、これカーボンですね。カーボン独特のこの模様が入っております。で、足自体はこういう回して伸ばすタイプですね。うん、はい、雲台部分はこんな感じですね。はい、それから足はあなるほどね、ストッパーがこの横から押すとストッパーが外れるというタイプですね。広げるときはストッパーを外して、はい、結構ここまで広がりますね。で閉じるときはこのまま、はい、こういうふうに閉じるというものですね。あとはいろいろあるんですけれども、はい、あとね水準器がここについていたりとか、このプレートは
これでねじ込んで止めるタイプですね、うん、はい、それからここにもね水蒸気がついてますよね。で操作用のハンドルをこういうふうに出すとパン方向ですね、あとチルト方向、うん、ちょっと今硬いですが、はい、でカウンターバランスも、はい、こういうふうにね機能として装備しているというものですね。はい、ということでね開封が終わりましたので、これからですねしばらくの間外に持ち出してのね実際の使用等も含めて使ってみたいと思います。はい、ということでね、こちらヴァンガードさんのビデオ三脚アルタプロ 3VL264CV14、 このね三脚の開封シーン見ていただきましたけれども、あれからですね結構使い込んでみました。でここからはね使い込んでみての感想等もお伝えしていくんですけれども、まずはですね初データかいつまんでお知らせしたいと思います。で初データをね紹介する前にちょっとだけ、名前についてね解説したいと思います。というのは、この製品のね名前アルタプロの後数字とアルファベットが結構長く続いていますけれども、これの意味を紹介すると大体この三脚の特徴がねつかめると思うんですよね。で名前なんですが、まずアルタプロというのがシリーズ名になります。でその後に続く 3VL ですけれども、3は第3世代で、 V はビデオ三脚を表しています。で L はレベリングを内蔵していますよ、まあ後でね紹介しますけれども、ここにレベリングが内蔵されていますよということを表しています。でその後に続く 264CV14 なんですけれども、26っていう数字がこの足の直径26ミリというのを表しています。でその後の4っていう数字がこの三脚の足の段数ですね、1234段ありますよということを表しています。でそれからその後の C ですが、これはカーボン製ということを表しています。でさらに最後 V14 なんですが、これは雲台の型番を表しています。今回ねご紹介しているこのヴァンガードさんのアルタプロ 3VL264CV14 ですが、この V14 ですね、ここの部分、これですよね、ビデオ雲台ベオ PV14 っていうふうに書いてますが、これのことをね表しているんですよね。でちなみに、こちらがねベオ PV14 という雲台なんですけれども、今回ご紹介しているのがこの右側ですね、 PV14 モデルになります。で全くね同じようなデザインで縮小したような小さくしたものがありまして、これがねこちらですね、ベオ PV10 になるんですけれども、ご覧の通りですね、特徴がここオレンジ色のラインが2つ入ってますよね。要するにこの回転軸2箇所で接合って言いますか、固定してますよという状態になっているもの、これがね今回ご紹介しているベオ PV14 の特徴になります。でこの雲台自体の重さが 0.54kg、 耐荷重が 8kg ということで、結構ね頑丈な雲台だと思うんですが、これよりもねもっとシンプルで小さいモデルもあります。それがねこちらベオ PV12 と16というモデルになります。で特にこのベオ PV12 に関しては非常に小さく、軽量コンパクトにできておりまして、オレンジのラインが1本しかないですよね。要は1箇所だけで接合、回転するということになっておりまして、質量の方も 0.34kg ということで、今回ご紹介している PV14 よりも 200g ほど軽い。ただしその代わり耐荷重は 2kg ほど小さくなっていて 6kg となっております。まあ、いずれにしてもですね、非常に精巧に作られていて、まあ、この回転軸1箇所で止めていても耐荷重6キロですので、まあ、通常ね、本格的な一眼メラーレスのボディ、かなり重たいものと、あとね、結構重めのレンズをつけたとしても、6キロあると大抵の場合大丈夫ですよね。よほど重たい、もう超望遠レンズをつけない限り大丈夫だと思いますので、まあ、一般の方、僕も含めてですね、アマチュアの方なんかは、こちらでね、十分かなというふうに思います。ただカメラとレンズだけではなくて、例えばモニターも上につけますよ、マイクもつけますよ、まあいろいろね最近動画を撮るときにカメラに付随してこうつけるものあるじゃないですか。ああいったものをまとめてざっくりとつけると結構な重みになりますよという方に関しては、 PV14 の方、はい、こちらですね、耐荷重8キロぐらいある方がまあ安心かなとも思います。はい、ということでね、名前を知っていただいた上で初データ紹介していきたいと思います。はい、ではね初データ、まずサイズからですけれども、この折りたたんだ状態、この状態でだいたい長さ630ミリです。
で重量の方が約 1.77kg なんですけれども、先ほどお伝えしたようにその中に運大部分ですね 543g が含まれています。で耐荷重に関しては 8kg、最低高ですね、足を一番広く開いた最低高ですね、こちらが 227mm で、逆に最大高ですね、一番足を伸ばして、高くねセッティングした場合にこの運台の面まで高さが 1565mm ということなんですが、こちらに関してはですね、実際に測ったところ1580mm ぐらいあるなというような感じです。はい、続いて機能と特徴についてね説明していきます。はい、まずねレベリングについて、この三脚ね内蔵レベリングベースが採用されております。はい、で見ていただきますけれども、ここですね、だいたいですね、はい、これ一番下に下げました、そして一番上に上げました。角度的にはねプラスマイナス15度の範囲で動かすことができます。まあ、これがね本当に便利で、三脚ね立てて、まあ、ざっくりとですね水平になるように立てるんですけれども、後の微調整はここでできる、これがねすごく便利ですよね。はい、ちなみにね水準器ですけれども、このレベリングのすぐ上のところですね、ここに一つ、そしてあとねプレート面に一つついております。はい、それから足の角度ですけれども3段階に変えることができます。はい、これ折りたたんだ状態ですね。でここからまず1段目、これぐらいのかなりきつい角度ですね、一番高さを出したいときに使う角度、そして、はい、2段目がこれになりますね。で3段目、一番大きく開くと、はい、こういう風になりまして、ちょっと机の上では置きづらいんですが、はい、こんな感じになります。でこの時の高さが最低高ですね、 227mm となっています。かなりねローアングルで撮影することができます。でこの超ローアングルにすぐ移行できる、これですねセンターポールがないからなんですよね。でよくあるのが、ここにもう一本真ん中にポールがあって、でカメラのね高さをこう調整することができるというタイプがありますけれども、この三脚に関してはセンターポールがありません。まあそのねデメリットとしては、先ほど言ったようにカメラの高さ調整をまあ、簡単にできなくなるわけですよ。高さの調整するには足の出し入れが必要になってきますので、ちょっとその点が難点ではあるんですけれども、逆にメリットとしてはこういった超低アングルにすぐに移行することができる、それとあと物理的に足が1本、まあ、通常 4,50 センチありますかね、そういったものがなくなりますので、その分軽くなります。であとその真ん中にね4本目の足がなくなるということなので、こうやって折りたたんだ時に、はい、スリムになるんですよね。こういったところがメリットかなと思います。はい、それから4番目です。4番目、この運台部分なんですが、カウンターバランスの機構が入っております。で、これ何かというと、まあ、例えばチルト方向なんですけれども、下に向けても手を離すと水平に戻ってくる。上に向けても、はい、水平に戻ってくるというものなんですけれども、これ何がいいかというと、一つは、チルト方向のこのね動かしが非常にスムーズになるっていうことですよね。適度な抵抗感があるというのが非常にいいのと、あとねもう一つ、まあ僕は実体験からなんですけれども、このカウンターバランスの機能があると重たいカメラを取り付けた時にねすごく安心感があるんですよね。実際ね僕は以前やってしまったことなんですが、うちで重たいカメラというと、はい、こちらのね BMPCC6K Pro なんですが、まあ本体とレンズだけでもう2キロ超えております。これにですね、ケージとか SSD とかマイクとか、時にはモニターもつけたりするんですけれども、そういったものをつけると、まあ、優に3キロなんかは軽く超えていくんですが、結構重いんですよね。で、以前、結構安物の三脚を使っていた時に、カウンターバランスがないモデルだったんですが、チルト方向を固定するネジ、まあ、この部分に当たるところなんですが、そこがね、弱くて、カメラ操作しているうちに、レンズの重みで前側にガクンってなったんですよね。で、その勢いで三脚ごと倒れそうになって慌てて止めたんですけれども、まあ、ちょっとね、ヒヤッとしたわけですよ。で、その経験があるので、それ以来ですね、少なくとも、この BMPCC6K Pro を乗せるときにはですね、もうカウンターバランスのついている三脚しか使わなくなりました。で、カウンターバランスの機能があれば、まあ、例えばね、ネジが緩んでいたとしても、こんな感じで、はい、ゆっくり倒れてくれるんですよね。こんな感じ。ガクーンと前に倒れるということがないんですよね。
こういったね、安心感もカウンターバランス機構がついている三脚のね、メリットなんじゃないかなと思います。はい、それから、三脚の足の先端部分ですね。こういった丸みを帯びたゴム状のものがね、ついていて、まあ大抵の場合ね、これでしっかりと滑り止めとなってくれるんですけれども、どうしてもね、下が何かこう、スパイク状のものでないと止まらない、安定しないという場合には、ここをですね、こういうふうにねじっていってやると、スパイクがね、内蔵されていて、その先端がね、こういうふうに出てくるようになっております。はい。ということでね、格納式のスチールスパイクがあります。はい。それから、この三脚のね、足の付け根部分、こことここ2箇所なんですけれども、4分の1インチネジ穴がありまして、例えばね、サポートアームなんかを取り付けることが可能になっております。ですので、例えば最近ね、動画の撮影なんかの時に、カメラのモニターだけではなくて大きなねモニターも取り付けてそれを見ながら撮影するということはよくあると思うんですけれども、そういったモニターとかあと SSD とかいろいろねこことここですねネジ穴がありますので、この穴をね使って周辺アクセサリーを取り付ける機能をね拡張するということができます。はい、それからこのねカメラ取り付けプレートの取り付け部分なんですけれども、アルカスイス互換となっていてクイックリリースね対応しております。ですので、まあこれがね付属のプレートなんですが、これ以外にもですね、こういった僕がよく使っているんですけれども F38 っていうプレートですね、こちらもですねはいこうやってね取り付けることができます。これがねすごく便利ですね。はい、またねこの銀色の部分なんですけれども、ポッチがありまして、これがストッパーになってくれるんですよね。まあ先ほどのような BMPCC とか重たいカメラなんかをね使うとき、カメラの取り付け取り外しでここねロックを緩めて、まあ何かの拍子にこう上がったとしてもそのままねスルッとこう抜けて落ちないんですよね。こういった安心設計もいいと思います。まあ実際ね、使っていると、このポッチを押さないと外せないというのは、ちょっとね、不便な面もあるんですけれども、それにしてもですね、ここには、まあ何十万円かするカメラ、レンズが乗るわけじゃないですか。なので、まあ安全にはね、安全。念には念を入れた設計であるっていうのはね、すごくいいんじゃないかなと思います。安心して使えるという点でもね、この三脚、優れているなと思います。で、ここまでね、三脚雲台の機能特徴を紹介してきたんですが、あとね、やっぱりこのセットに関して言うと、もう一つね、あ、これ良かったなと思うのが、ケースなんですよ。はい、このケースね、開封の時にも紹介しましたけれども、本当にね、よくできてるなと思います。ファスナーがね、こんな風にぐるっと開いて、すごく大きく開くというのもいいですし、この三脚のケース全面にわたってクッション材が入ってるんですよ。これもねすごくいいですし、あとね持ち運びに関して言うとこのねショルダーハーネスですよ。これね本当にいいですね。ちょっとここまで持ち運びのことを考えてくれているケースがついている三脚ってちょっと今まで見たことないんですよね。通常あの三脚はいいものだけれども、この三脚のケースでコストダウンしていると、要するにペラペラの袋のようなもの、中にはですね本当に布一枚で口のところキュッてこう紐で縛って巾着袋の長いようなものなんかもあるじゃないですか。それに比べるとこれ本当にちゃんとしてるなということで、すごくねこの三脚のケースに関してもね使っていてよかったです。はい、ということでね、このヴァンガードさんのアルタプロ 3VL264CV14 機能と特徴をね紹介しつつ、あ、ここ良かったですよというような話もしてきたんですけれども、ここでですね実際の屋外での使用シーンちょっとね見ていただこうかなと思います。はい、先日ね吉野川沿いのキャンプ場にね車中泊に行ってきたんですけども、その時にね吉野川の風景を試し撮りする時にですねこの三脚使ってみました。で、川のね砂地なんですけれども、ここでね足を伸ばして立てて、はい、こんな感じなんですけれども、レベリングがありますのでね水平取るのもねすごく楽でしたね。で、実際にパン方向それからチルト方向動かしてみます。
でこの時ねまだ操作にそれほど慣れてなかったのでちょっとね操作ギクシャクしたところはあるんですけれども、今ねパン方向ですね左に振って今度右に戻してくるんですが非常に滑らかに動いてくれます。で今度はチルト方向ですね上方向に動かしてみたり下げてみたりということをやるんですがこれもねすごく滑らかに動いてくれます。で次にね超ローアングルですねこちらも試してみました、まあ、センターポールがないのでねすぐにこういうふうに足を開いて超ローアングルにすることができるんですけれども、まあ、この状態でですねまた同じくねパン方向左に振って見て右に戻してということをやってみました。川とか湖とかやっぱりね水面って超ローアングルいいですよね。なんか臨場感があってすごく良かったです。でちなみに車中泊の撮影こんな風にですね車の助手席倒した上に置いて撮影してみました。ハンドルをね逆向き手前側に向けて操作しながらね撮影してこれもねすごくね楽ちんでしたね。はい、ということでね、最後に使ってみてのね感想をお伝えしていきたいと思います。3つほどねお伝えしようかなと思うことがあるんですけれども、まず1つ目ですね、この三脚使ってみて思ったのは軽さと頑丈さが絶妙にねバランスいいなっていうことなんですよ。でこれどういうことかというと基本的にですね三脚は軽い方がいいんですよ。皆さんそう思われますよね。軽い方がいいですよね。持って移動することもあるし、こういった室内で撮影する時でもちょこ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 動かしてですね角度を変えて画角変えてで撮影したりするのでできるだけ軽い方がいいんですよ。ただあまりにも軽量化しすぎると今度ね三脚としてのね剛性といったらいいんですかね貧弱になってしまうんですよね。でそうなってくると軽いのはすごくいいんだけれどもこれビデオ三脚じゃないですか。足立ててその後ねカメラ振るんですよ。こういう風にで振った時にねじれたりするんですよね。軽量化をねするためにあまりにも足が細かったりあるいはここは太くても一番末端の足がねすごく細い三脚とかあるんですよね。でそういったものって特にこのパン方向ですね振った時に全体にぐっとこうねじれたりするんですよね。でそうなってしまうと操作しづらくなってしまいます。でその軽くできるだけ軽くしたいでも頑丈さは損なりたくないっていうね絶妙なバランスあるんですがこの三脚に関してはそのバランスの位置がすごくねいいなと思いました。実際ね足いっぱいに伸ばして立てて、カメラこういう風に回した時にここ固めに締めている時はやっぱりね足ちょっとねじれます。なのでビデオ三脚って一番高級なものってここ3本あったりするじゃないですか。絶対ねじれないようにできたりするんですけれども、この三脚の場合は1本しかありませんので若干ねじれるんですけれどもでもね操作しづらいということは全くありませんでした。すごくね安定して使えるなっていう感じでありながらちょっとカメラ移動しようとなった時に持ち上げた時に軽いんですよね。このバランスすごく良かったです。はい、2つ目の感想です。これはですねセンターポールがないことについてちょっとお話したいなと思います。でセンターポールのある三脚ばっかり僕はね使ってきたんですよ。でおそらくねこのセンターポールがない三脚って最近のトレンドなんじゃないかなと思うんですよね。あまり今まで見たことがなかったんですが最近ちょっと増え出してきております。で最初正直にお話するとセンターポールがないのっていうふうに思ったんですよ。ちょっと使いにくいんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。でもちろん撮影のための三脚の動かし方って人それぞれなのでニーズがバラバラなのでこれが答えですっていうのはないんですけれども僕の場合は使ってみたところカメラ三脚固定した場合にもうねあまり上下に移動しないんですよね。この三脚使って分かったんですけれどもパン方向それからチルト方向あとねズームで寄ったり引いたりっていうのはあるんですけれどもカメラ自体を上下してちょっと上からとかあるいは下からっていうようなこの調整はほとんど僕はしなかったので特にこのセンターポールがないことによるデメリットっていうのは感じませんでした。
もちろんこれは人それぞれですので、ご自分のね、撮影のシーンを思い浮かべていただいて、センターポールがあった方がいいのかなくても大丈夫なのかっていうのはね、考えていただきたいんですけれども、僕に関して言うとセンターポールがなくても全然平気でした。でもっと言えば、むしろ長所しか感じなかったんですよね。センターポールのないことの長所、例えば外の撮影の時に、あ、これ低く撮りたいってなった時に超ローアングルにすぐ移行できる、それから持ち運びの時にね、これが軽いしスリムになるっていうことで、結果的にはね、このセンターポールがないタイプの三脚、僕にはね合っていました。はい、あと3つ目です。3つ目ね、これを言うとね、なんか怒られるかもしれないんですが、まあこれね、いいなと正直に感じましたのでお伝えしておくと、この雲台ですね、今このハンドル、操作用のハンドルが右側についていますけれども、実は、はい、こちら側にもね、左側にも取り付けることができるんですよ。左右どちらにも取り付けが可能になっております。で、僕はカメラは本当に初心者で、 YouTube を始めてから、しかもですね、一眼の場合は去年から使い始めているので本当にど素人なんですけれども、なぜこの操作用のハンドルが右側についているのかっていうのがずっと疑問だったんですよね。で、これに触れるとね、結構最近だったと思うんですが、この操作ハンドルは右か左かで、ツイッター X でちょっとした論争があったんですよね。で、それを見ているので、いや、カメラマニアの方って怖いなっていうふうに内心思っているので、あまり言いたくないんですが、僕自身はこの右側にあるの疑問だったんですよ。なぜかというと、今カメラって操作するためのボタンが右側に集中してあるんですよね。要するにこうやってカメラを持って、親指とか人差し指でそのボタンとかダイヤルを操作しながら撮影するのに、なぜハンドルがさらに右側についているのか、これがね、すっごく疑問だったんですよ。ハンドル左につけて左で操作しながら右手でボタンを操作した方がいいんじゃないかってずっと思っていたんですけれども、多分昔々左手でカメラのレンズを操作し、右手でこの角度を操作していたんですよね。その名残で多分ハンドルって右側についてると思うんですよ。間違ってたらちょっと教えていただきたいんですけれども、多分そうだと思うんですが、今ボタン類が右側にあるので、僕としてはできれば左側につけてほしいんですよね。こういう感じで撮りたいのに、多くのビデオ三脚がこのハンドルが右側についている、それがすごく疑問だったんですけれども、このモデルに関しては左側にも取り付けることができるようになっていて、これはね、すごくいいなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ヴァンガードさんからレビュー用に提供していただいたこちらですね、アルタプロ 3VL264CV14 というね、ビデオ三脚をご紹介してきました。で、この三脚に関して僕はね、すごく気に入って、今後これメインの三脚として使っていこうかなと思っているんですけれども、まあ、人によってはですね、やっぱりセンターポールあった方がいいよとかですね、いや、もっと軽い方がいいとか、いや、もっと頑丈な方がいいとおっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひですね、ヴァンガードさんの三脚、これ以外にもいろんなタイプがあります。こちらヴァンガードさんの公式サイトなんですが、こういったね、センターポールのあるタイプなんかもありますので、ぜひね、チェックしてみていただいて、ご自分のね、使い方、撮影の仕方に合うものをね、選んでいただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は、応援の意味を込めて高評価を押していただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。